胸のりチャンネル始まるよ。皆さんこんにちは、胸のりチャンネルです。ちょっとねホームガンの洗車動画と合わせて、撮影はしてるんですが、まあ見ての通りこのねドイツ車ホイールがねめちゃめちゃ洗いにくいんですよね。まあドイツ車が洗いにくいというか汚れてるがために落ちにくい洗いにくいっていうことですね。国産車はそんなにブレーキダストの汚れってそんなに付着しないんですが、やっぱりねドイツ車は、かなりホイールがね汚れることがあるので、ホイールのね洗車時間っていうのは、めちゃめちゃかかるんですが、今までね動画でこれがいいとかあれがいいとかっていろいろ言ってきましたが、やっぱりね一長一短あるわけなんですよね。例えばねこれ以前にも紹介して、これが最終形じゃないんかとかっていう動画も出したんですが、これね毛がしっかりしてて、汚れは落ちやすいんですが、結局ねこんなとこには入らなくて、あとねこう洗ってもここのね凹凸に関しては綺麗にね汚れ取れなかったりするんで、結局ねこういった違うものとか、あとこんな、ムートンのグローブ型手が入るやつでねこう狭いとこまでやってるわけなんですが、それをね全て解消するかもしれない、新たなアイテムをゲットしたので、ちょっとねそれを紹介していきたいと思います。でそのアイテムはこいつですね、モンスターサーベラス。歌い文句としては脅威、ホイールの深部の汚れをかき出すとあります。でこれね何が売りかというと、3種類の毛、硬さとか長さがね3種類の毛が入ってて、全長が460ミリと長く、直径がね110ミリと大きくて、でもね狭いところにも入るっていうね、そういう謳い文句があります。なのでちょっとねこの私のカールソンのホイールでやってみたいと思います。でねこれ結構ね柔らかくて細いんですよね。でもしっかりと、毛は立ってて、なのでこういう細いとこまでねこれ入っちゃうんですよね。しかも毛足が長いので、こうやってやれば凹凸も洗ってくれるであろう理想系のホイールブラシになるかもしれない存在です。ではね洗っていきたいと思います。でまずはね、先週も紹介したこのホームガンでねホイール泡泡にしていきます。はい、こんな感じでね泡泡に、なったのでね洗っていきたいと思います。でね、こっちの毛が裏まで回り込むので、このホイールのねスポークの裏がこうやれば、両方からこうやればねしっかり裏まで、取れる感じがします。そしてこういう隙間も入りつつのね、でこういうね大きいブラシの、もっとねブラシが硬いものがねたくさん出回ってるんですが、そいつはねこう洗ってこうブラシがねこう跳ね返りがやぶくて服がねドロドロになっちゃうぐらいになるんですが、これはね全然跳ね返りなくて
しかも隙間まで行けるっていう、めちゃめちゃいいぞこれは。おお、意外といいんじゃないんでしょうか。はい、4本ともね一通り洗ったんですが、これ見てください。さっきまでね元気良かったブラシなんですが、なんかもう汚れて遊んできた猫みたいな毛になってますが、しっかりとね汚れは落ちたと思います。こんな感じでね抹茶色に、泡がなってますので、汚れはねしっかりと落ちたんじゃないんでしょうか。ではね流していきたいと思います。はい、ではね流していきます。はい、こんな感じで、結構ね細かいとこまで落ちてると思います。なのでねわざわざまたねあのムートンの、グローブ型のを使わなくても、このモンスターサーベラスだけでねあらかたいける感じだと思います。でね、こいつももう一回ね、しっかりと洗って、乾かしてあげれば、まあ、こんな感じでね元通りのモンスターサーベラスに戻ったんで、まあ、今後はこのねモンスターサーベラス1本でホイールのね洗車はバッチリだと思います。はい、そんな感じで、今日はねホイール洗車の、ホイールブラシ最終形モンスターサーベラスの紹介にですなります。この動画が良かったと思われる方は高評価、そしてねまだまだいろんな、アイテム紹介などしていきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。